失敗し続けられない人とかにしましょうか。まあ多分続けられない人って失敗し続けられないってことですよね。やってもうまくいかない。やってもうまくいかない。だから、あの、続かないってことですよね。要は、まあネットビジネスだと、なんか稼げるなぁと思ったのに、やってみたらそんなにうまくいかないみたいな。だから、うまくいかない。失敗した。あれやってもうまくいかない。失敗した。だから、失敗が続かないんですよね。 で、失敗が続かなくて失敗するっていうね <laughs>。久保さん、これいいんじゃないですか失敗が続かなくて失敗するっていう。これいい言葉だと思いますけどね <laughs>。だから、なんですかね失敗はまあ当たり前って思っとった方がいいと思いますよ。でね、久保さん、面白いんですけど、これね、YouTube で調べていただくと出てくるんですけど、なんだっけな。えー、っとね。うん、何で調べればいいんだっけな。うーんと。 えーっとトヨタトヨタあー、うん、ククラウンうんあの絶対に笑ってはいけない新型クラウンエネルギーフローの画面がダサい。<laughs> これね、マサル TV 社チャンネルのショート動画にアップロードされてるんですけどタイトルが絶対に笑ってはいけない新型クラウンエネルギーフロー画面がダサいっていう <laughs> これね僕びっくりしたんですけどいやトヨタのこの新型新型のクラウンがこのクオリティかみたいなまあもちろんね走りとは関係ない部分なんですけど <laughs> 走りとは関係ないあの1兆円企業がね 一兆円企業が世界のトヨタ言うてる車、そして新型クラウンって出した、その液晶画面のエネルギーフローがとんでもない出来上がりなんですよ。いや、これは、なんか小学生が書いたんじゃねえかみたいな。これすごいですよ。本当に。で、これで出したんだみたいな。逆にこれと、これで OK 出したんだみたいな。まあ何が言いたいのかっていうと、なんすかね、かほとんどの人が、その、 なんか完璧を求めるというか、なんかう,んうまくいくものだと思ってるんですよね。だそんな最初からうまくいかないし、そのトヨタでも最初から完璧なもの出せないんですよ。まあこれもうほんと見てほしいですね。<laughs> 僕はびっくりしましたね。<laughs> このあのトヨタの会社でもこんなの出すんだみたいな <laughs>。絶対には笑っていか、絶対に笑ってはいけない新型クラウンエネルギーフロー画面がダサい。あ、これタイトルにしとこうかな。<laughs> これねめちゃめちゃすごいですよ。うん。あ、あとこれ、これ100万回回してるショート動画あるな。なはい,い、はい、これ100万回回しますね、これ。ボリューム調整。ちょっとボリューム調整。あ、これいろんなシリーズあるんでね。<laughs> ちょっと待って。ボリューム調整もある。これ100万回ですね。これボリューム調整見ていいですか。これ絶対に笑ってはいけないクラウンシリーズは、これはバズったから、多分この人、何本かやってるんでしょうね。うん。 この新型のボリューム調整。ボリュームね。まあ、走るとボリュームは関係ないですからね。これどうなんだボリューム調整のダイヤル。うーん。ああ、なるほど、なるほど。まあ、でも、これはまあまあ、なるほどね。<laughs> なるほど。<laughs> な,るほどなるほど、なるほど。 なるほど。まあ、ちょっとしたことですけど、俺100万回回してますね。なるほど。<laughs> なるほど。はい。まあ、エネルギーフロー画面がダサいにしときましょうか <laughs>。<laughs> いってらっしゃい。あの、完璧をね、求めないっても、まあ完璧求めることは悪くないんですけど、まあそれがなんか、きっかけでほとんどの人はなんかできないというか、なんか挑戦できないというか、まぁ、あ、改善、改善ですよね。うん。はい。いってらっしゃい。